どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、威力業務妨害事件です。いきなり大声を出すという人を見かけたことがありますが、大声のクレームも一線を越えるとサービス提供の問題からリスク管理の問題となります。過去には大声で相手を萎縮させて、土下座までさせて強要罪となった場合もあります。今日はそんな過去に威力業務妨害罪に問われた事例を集めてみました。一体法律上どのようなことが問題となったのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。では最初に蛇を撒き散らしての妨害事件について見ていきましょう。三越が不良品を販売し、再三にわたって他人から注意を受けていたにもかかわらず、これに応じなかったとして三越に反感を抱いていた被告人が、東京日本橋の店舗の5階にあった食堂で配膳部に向かってシマヘビ20匹を撒き散らし、満員だった食堂を大混乱に陥れたという事件が起きました。これを受けて最高裁判所は、蛇を撒き散らす行為はその行為の目的の遺憾を問わず、威力を用いて他人を妨害するものであるとして、被告人の上告を棄却し、懲役3ヶ月の有罪が確定しました。続いて大声や怒号による卒業式妨害事件について見ていきましょう。東京都立板橋高校の校長は、東京都教育委員会教育長が都立高校の校長に対して発した入学式卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施の通達を受けて、生徒教職員来賓保護者に規律を求めることにしていました。ところが板橋高校の元教員だった被告人が来賓として卒業式に出席し、いきなり保護者らに国歌斉唱時に起立しないようにとのビラを配り始め、それをやめさせようとした教頭に対して大声で怒鳴り声を上げました。校長は被告人を体育館の外に退場させましたが、それでもなお被告人が外で講義を続けたことから、卒業式の開始が2分遅れるという事件が起きたのです。これについて最高裁判所は、被告人の行為は威力を用いて他人の業務を妨害したものというべきであり、威力業務妨害罪の構成要件に該当するとして、被告人の上告を棄却し、罰金20万円の有罪が確定しました。怒号に関しては、いわゆる総会屋が株主総会に乗り込んで、被疑者を監査役にできるか、あんた前科者じゃないか、前科者が会社の業務内容を監査するなどと一丁前の能書きを言うんじゃないよ、新商法にのっとった監査役の義務というのを言ってみろ、などと大声を上げたことから威力業務妨害罪とされた事件もあれば、大阪駅御堂筋北口付近で東日本大震災の瓦礫の受け入れに対して抗議していた被告人が、ビラ配りの制止を求めてきた大阪駅の副駅長に対して、顔を20センチから50センチまで近づけて、ビラ巻きを制止するな、表現の自由や邪魔するなと大声で叫んだ行為が威力業務妨害罪には当たらないとされた事件もあります。
続いて弁護士出廷妨害事件について見ていきましょう。弁護士事務所を解雇された元事務員は友人らに呼びかけて6人で雇用主だった弁護士の周辺を取り囲んで解雇の撤回を求め法廷への出廷を妨害するという事件が起きました。これについて東京高等裁判所は被告人以外には弁護士と雇用関係を有した者がいないことなどに照らすと今回の争議団が労働者の団結体であるとは言えず団体交渉権がないことは明らかであるとして控訴を棄却し威力業務妨害罪が確定しました。最後に俺コロナだよ事件を見ていきましょう。名古屋市内にある家電量販店に訪れた被告人がスマートフォンの購入に時間がかかることに苛立ち酒に酔った勢いで俺コロナだよコロナだよと告げたことから店員らが警察への通報店内の消毒などを余儀なくさせたという事件が起きました。これについて名古屋地方裁判所は当時新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な社会問題となっていたことからすると被告人の発言が店舗の営業のみならず社会全体に及ぼした影響は大きく発生した結果は相当に重大である。被告人には他にも複数の前科があるところ飲酒の影響下で犯罪に及ぶ傾向が見て取れる。被告人の刑事責任は重く相応の実刑に処するほかないとして被告人に懲役10ヶ月の有罪判決を下しました。以上のような事件で見られたように冷静さを失った思わぬ行動が威力業務妨害罪とされる可能性がありますので普段から十分に注意しておく必要があるでしょうね。以上エンタメフォワークでした。ではまた。